サマルカンド近郊のブハーリー病、ブハーリーのハディスに関する旅行行程、ムハンマド・アル・ブハーリー、または、アル・ブハーリーは、旧世紀のイスラーム世界で活躍した、ハディース学者、イスラーム法学者。スンナハ・ハディス州の最高峰とされる、新聖州の編纂者である。ブハーリーは、辞儀通りにはペルシア語におけるブハーラーの、形容詞形であり、ブハーラーのという意味となる。 そのため、ムハンマド・アル・ブハーリーは、ブハーラー出身のムハンマドという意味である。ブハーリーの曽祖,祖父・ムギーラは、ブハーラー出身のゾロアスター教徒であったといい、ブハーラーに親中してきた、アラブ人総督のマワーリーとなり、ムスリムに改宗したと伝えられる。ブハーリーの功績として最もよく知られているものの、一つに、預言者、 ムハンマドの原稿録であるハディースの研究があり、その成果はハディース州、新生州としてまとめられた。生涯に90万ものハディースを収集した、いわれ、この新生州はブハーリーが16年かけて、うち2700余りの新生と判断したハディースを厳選したものである。 これは最も正確で、信頼のおけるハディース州の一つとされ、同時大臣のムスリムイブンアルハッジャージュの記した、同盟の、新生州と並んでスンナ派の6、大新生ハディース州の筆頭としてクルアーンに次ぐ、権威を持っている。またその他にも、歴史、神学、法学などに関する書物を多く表した。ありがとうございます。